ソアカの法則、人生を輝かせる実践方程式、小林正観。第一章、ソアカの祖、掃除でお金が流れ込む。使ったトイレをとにかくピカピカにする。トイレ掃除に関して言うと、自分の使ったトイレはきれいにして出てくること。自宅だけではなく、スーパーマーケットでも、デパートでも、電車の中でも、コンビニでも、映画館でも、自分が入ったトイレが汚れていたら一点の曇りもなく磨いて出てくる。そうするとなぜか臨時収入があるらしいのです。そういう話をした後のお茶会で、女性でしたが、こんなことを言った人がいます。一週間に一度はきれいにできるんですけど、一週間に三回くらいした方がいいでしょうか。私は一週間に何回しなさいという話はしたことがありません。何回しなさいという話ではなくて、自分の使ったトイレは一切の汚れを全部取って出てくること、それがきれいにするということの意味です。一週間に3回やった方がいい、4回やった方がいいという回数の問題ではなくて、自分の使ったトイレの場所がどこであっても必ずピカピカにして出てくること、そうすると臨時収入があるみたいですよという話をしています。どうしてと聞かれてもよくわからないのですが、場所はどこであっても自分の使ったトイレはとにかくピカピカにして出てくるということを提案しています。そんな話をして帰ろうとした時に、今度は一人の男性がつつーっとそばに寄ってきて、私にこう言いました。さっきの一週間に一度のトイレの話、面白かったですね。一週間に一度しか掃除をしない人は、一週間に一回しか出ないんじゃないでしょうか。いいんです。わざわざそんなことを言いに来なくても。一週間に一度とか、回数の問題ではなく、使ったトイレは必ずきれいにして出てくるということですから。また、男性の小の方はどうすればいいんですか?と尋ねてくる人がいますが、私は小の方は全くやりません。人に見られてしまうからです。トイレ掃除はあまり人に見られながらしない方がいいみたいです。右手がやっていることを左手に知られないようにしなさいと聖書にもあるでしょう。トイレ掃除もなるべく隠れてやった方がいいようです。人に見られないようにちゃんとドアを閉めてからやってみてください。きれいに使う人のところにお金は集まる。トイレ掃除をしているとなぜかお金が入ってくるという趣旨の文章を最初に発表した時、その話が読者の方々に随分面白がられたらしいので、同じような話をもう一つ書くことにしました。正木和美さんはたくさんの発明をした日本の発明王です。電気炊飯器なども正木博士の考案によるもので、日本各地で講演をされたりしていましたから、名前をご存知の方も多いでしょう。すでに個人です。正木さんは釣りというものをほとんどしたことがなかったそうです。それがある時、時間にゆとりがあって半日ほど海釣りをすることになりました。釣具屋さんに道具を借り、糸を垂れたのだそうです。そうしたら、そのわずか半日ほどでイシダイが80匹も釣れたのだとか。その釣果を持って道具を返しに行ったら、釣具屋の主人が驚きました。通常は釣りに慣れている人でも、イシダイは1日に1匹か2匹しか釣れないのだそうです。なのに、正木さんは素人なのに、
80匹も釣ったのでした。釣り具屋の主人はこう言ったそうです。これはきっと石鯛たちが正木さんに釣り上げられることで光の国に連れて行ってもらえると思ったのでしょう。石鯛のほとんどは人に釣り上げられることなく海で死に、海の藻くずと消えます。人に釣り上げられ、その人に食べられることで石鯛の細胞は人の細胞に消化する可能性があるのですが、その人を選んで釣り上げられているのかもしれません。ちなみに消化とは、上の段階にエネルギーを変換すること、欲望や衝動を芸術作品に変換することなどを心理学では消化と呼びます。正木さんは多くの人たちに喜ばれる存在でした。多くの魚はそういう喜ばれ度の高い人の細胞に変換されたい、消化されたいと願っていたのかもしれません。その話からこういう推測が湧きました。お金にも物であるけれども意識がある。それならお金自身の意思としてきれいに使ってくれる人、喜ばれる使い方をしてくれる人のところに集まろうとするのではないか。ある人の話では、お金に最も嫌われる使い方はギャンブルなのだそうです。2番目は贅沢過敏。お金の多少によって生活が変わること。3番目は不必要に溜め込むことであるらしい。お金自身は役に立ちたい、喜ばれたいといつも思っているのだとか。そんな話が托鉢修行の誕生話と結びつきました。托鉢とは、修行僧が鉢を持って家々を回り、食べ物やお金をもらうことを言います。ある時、お釈迦様が托鉢に行くことを提案しました。その時、次のように話をしたのだそうです。托鉢では、金持ちの家を回るのではなく、貧しい人々の家を回りなさいと。弟子たちは驚きました。そして質問をしました。お師匠様は間違えて言われたのですね。金持ちの家ではなく、貧しい人々の家を回れというのは、貧しい人々の家を回るのではなく、金持ちの家を回れの間違いですよね。すると、お釈迦様は言われたそうです。そうではない。間違いではなく、正しく言ったのだ。もう一度言う。金持ちの家を回ってはならない。貧しい人々の家を回りなさい。弟子たちは、どうしてですか?とお釈迦様に説明を求めました。すると、お釈迦様は、次のように説明をしたそうです。貧しい人々は、自分が貧しいと思い続けてきて、他人に施しをすることや与えることをしてこなかった人が多いのだ。他人に施しをすることで容易に救われるのだから、救いに行ってあげなさい。そのための托鉢なのです。この話を知って、私はとてもショックを受けました。ある人からこんな話を聞いたことがあったからです。よく道や駅に托鉢僧が立っていますが、仮に私たちが汽車させていただいたとしましょう。托鉢腕の中にチャリンと500円玉を入れたとします。僧は短いお経をむにゃむにゃと言い、軽く会釈し、鈴を鳴らします。そうされたら、汽車させていただいた私たちが両手を合わせて、ありがとうございましたというのが正しい作法、正しい礼儀なのだそうです。仏教では、喜捨とは私たちを貧しさから救ってくれるありがたいシステムであるらしい。本来私たちは遠いところお寺まで喜捨に行くべきなのですが、それをわざわざ近くまで出かけてきてくれるわけですから、喜捨させていただいたらお礼を言うのが正しいあり方なのだとか。つまり、
以下のような推論が導き出されるのです。人に喜ばれるような使い方、多くの人の役に立つような使い方をすると、お金自身が自らの意思でその人のそばに来たがる。したがってお金が集まるらしい。集まったとしても貯める、使わないというのでは、お金自身は悲しい思いをするらしいのです。世の中や多くの人のために役立つように使われることが、お金が笑顔になりスキップしながらやってくる条件ということになります。自分だけがいい思いをするためにお金が必要と念じても、なかなか集まらないようですが、多くの人のために使いたいと念ずれば、お金が自らの意思でどんどん集まってくるかもしれないのです。そして集まってきたら、人の役に立つように使うこと、お金が自ら笑顔でやってくるようになったら、人生が随分楽しいものになりそうですね。トイレ掃除をすれば自分のことが好きになる。トイレ掃除を続けていると臨時収入が入ってくるという話を、私はあちこちでしてきましたが、お金が入ってくるだけではなくて、心のメカニズムとして非常に大きな幸せ感が得られるようです。精神科の先生の話を聞く機会がよくあるのですが、今うつ病がすごく多いそうです。精神科に来る大半の患者さんがうつ病だそうです。現在ではうつ病には治療薬があります。抗うつ剤と言います。これを飲み続けている間は明るい気分でいられる。ところがやめたら途端にまた暗い気分に戻ってしまうらしい。要するに、抗うつ剤を使って症状を改善し続けるのは20年でも30年でもできるけれども、うつ病の根底から解決する、つまりうつ病を治すということは、精神科の先生でもとても難しいそうなのです。それほど大変な病気なのですが、ある年1年間に12人のうつ病の患者が私の前に現れました。うつ病を治したいですかと尋ねると、治したいという人が8人いました。残りの4人は治りたくないというので、そのままでいてくださいとお話ししました。で、実は8人が8人とも全員治ってしまいました。短い人は1週間、長い人でも3ヶ月です。その方法というのは、トイレ掃除をすることでした。これは私なりに興味があったので、そのメカニズムを考えてみました。で、こういうことではないかという推論に至りました。自分で自分のことを好きになると、なぜかうつ病が治るようなのです。うつ病の人は自分のことが嫌いになっているのかもしれません。私なんかこの世に生まれてこなければよかったのに、とか、なんで私はここにいるのだろう、などと思う心が原因の一つではないかと思います。でも、その原因なんて考えなくていいから、今日ただいまこの時から、自分を嫌う心、自分を否定する心をなくすのはどうでしょう。人が自分で自分を好きになる重要なポイントは何かというと、自分のことを結構いいやつじゃないかと思えること、他人が嫌がることを進んでやることです。そういうことをやっていればやっているほど、人というのは自分で自分のことが好きになるようです。なので、トイレ掃除をするとうつ病が治りやすいらしい。その8人はどうしてもうつ病から脱出したいと思っている人たちだったので、すぐトイレ掃除をやり始めました。で、8人が8人ともトイレ掃除をするときに、手をズボッと便器の底に突っ込んで掃除をしたそうです。そのズボッというのをやっていると、自分を好きになるのと同時に自我がなくなっていくようです。さらにトイレ掃除は
誰かが覗いていることはないから、必ず自分一人の作業です。そうすると、人から評価されるためにやっているのではなく、自分がただひたすらやっているわけですから、そのピカピカにした作業の結果として、自分がとっても好きになるのではないでしょうか。それは次に使う人が気持ちよく使えるということで、喜ばれる存在になることの実践にもつながっています。ある仏教の僧侶のお話なのですが、住職の資格を取るために2年間お寺で修行していた時、一番重要視されたのがトイレ掃除だったそうです。とにかくトイレ掃除を一生懸命やりなさいと言われた。どうしてトイレ掃除にそんなに力を入れるんですか？とその僧侶は聞いたそうです。そうしたら自我を捨てるためと言われた。トイレ掃除をするとどうも自我がなくなるらしい。この話を精神科の先生にお教えしたら、こんな答えが返ってきました。トイレ掃除をするとうつ病が治るということは衝撃的な話だったけれども、自分で自分のことが好きになるという点では確かにそうですし、本当に治ると思います。で、今日小林さんのお話を聞いて、ある方向性が見えました。私がどんな方向性ですか？と聞きましたら、診療所の待合室が20畳ぐらいあるんですけれど、これを全部小さく間仕切りしてトイレを20個ぐらい作ろうかなっていうのです。でもそうしたらみんな治ってしまうから患者さんは来なくなりますよ。はははっと2人で大笑いしました。トイレも自分自身もピッカピカに磨き始めると、臨時収入とともに今の自分が大好きになるという大きな幸福感も得られるようです。